千曲政設組合議会の平成28年度一般会計決算認定審議において、議会費中の食料費7万3850円が、長野市議会選出を含む組合議員の飲食費に充当されていた事実が明らかとなりました。市は組合に分担金を支出しているが、組合議会の当該食料費支出について把握していたのか、いつからなぜこのような支出が行われてきたのか、お答えください。本年10月3日、千曲政設組合議会開催にあたりまして、事前に同組合事務局から平成28年度決算案の説明の中で、議会費において、組合議会議員構成の変更に伴い、新旧議員の歓送迎会の費用の一部を食料費として支出した旨の説明を受けております。昭和35年に設立されました千曲政設組合でございますが、いつから食料費の支出があったのか、組合事務局に確認したところ、時期は不明であるが、かなり以前から支出していたと思われるとの回答をいただきました。千曲市、榊町、そして長野市による飼料の共同処理という業務上、複数の自治体にわたる新旧議員を交えての意見交換や情報の共有を図るために、歓送迎会費用の一部として組合予算に計上し、出席者から徴収した金額、平成28年度はお一人2000円でございますけれど、同額程度を議会費で負担したとの説明を受けております。以上でございます。議員各位に呼びかけさせていただきます。決して小さな問題ではありません。千曲政設組合議会が決定した予算中の議会費で、本議会選出を含む組合議員が飲食していた状況を今ほど明らかにいたしました。飲食の趣旨は歓送迎会という身内の主演で、組合事業の推進とは全く無関係です。予算お手盛りで飲み食いが組合議会ぐるみで行われてきたというべきであり、適切な支出とも、議員の取るべき行動とも思われません。組合によれば、このような支出は定例的、継続的に行われてきており、いつ始まったものかは不明とのことです。本議会から2015年改選後に限っても、11名が組合議員として選出され、そのうちの相当数がこのような宴席についたものと思われます。それ以前に組合議員を務めた経験者を含めれば、その数はさらに多い可能性もあります。本市議会議員の政治倫理に関する条例は、議員の公益規範として第3条に、議員の品位及び名誉を傷つけ、市民の信頼を損なう行為をしたこと等を掲げており、当該議会費による飲食は、これらに抵触するのは明らかであると思われます。これに関与した議員が多数であり、その延べ期間が長期に及ぶと予想されることから、本件にかかる説明責任を市民に尽くすためには、同条例に基づく議員政治倫理審査会、またはそれに準じた体制による調査と報告が適切かつ必要な場面であると資料いたします。我々議員はそのために行動するべき状況にあると、皆様に強く訴えさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。